どうも、ゆっくり霊夢格好部主です。マリサだぜ。前回は、多少進めたところでリスタート。まさか規模がでかくなりすぎて徳川家に侵入できないとは思わなかったんだぜ。作戦を侵入から同盟へと変更し伊達家を使って威風中発動、徳川家との関係好転を狙いつつ領地を拡大していった。作戦は成功して徳川家との関係は有効へ、この調子だとなんとか同盟まではこぎつけれそうな感じ。同盟組めない展開をコメントで望まれてるみたいだけど、私が地獄見るからなんとしてでもポイントを貯め切ってみせるよ。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は氷西山城で威風中発動して終わったんだったな。まだ残党向かってきてるけど森安さんは小規模だし、もう一部隊は強制騎乗だから多分防衛自体は問題ないだろう。てか森安能力下がってたし寿命来てそうだな。能力高い武将ほど寿命短かったりするよね。そんでもって今回からの目標は徳川家にポイントを貯め切る前に攻められないこと。具体的にはどうするんだ？特に有効な対策はないけど、すぐに騎乗して周辺兵力を回復、兵力差を抑止力として残りの期間徳川家が攻めてこないようにしていこうと思う。まあ今回は地味会になるだろうね。それでもちょっと前にあった内政会も地味だったがかなり重要だったし、対戦の前には必ずと言っていいほど地味な戦いが発生するもんだな。徳川家とはまだ隣接していない状況、上杉家がここまで出しゃばってくれたおかげでなんとか耐えれている。侵入妨害されたと思った時は邪魔でしかなかったが今では感謝だな。最短川越城が制圧されれば徳川家と隣接、ただ兵力が少なくなってるから守れるんじゃないかと見てたけど、強撃で一気に能力下げられてたからだいぶ怪しいかもしれない。そして川越城が陥落した場合すぐに攻めてくるのかどうかの確認を今してるよ。出陣してるところは見極めにくいが、待機してるところの腰兵糧見て回復してたらだいぶ危ないと思ったらいいんだぜ。ただ見てる感じ待機部隊の兵糧少ないし、今出陣してる部隊も城攻め、騎乗があるから割と時間稼ぎはできるんじゃないかと思ってる。それに関東の制圧した城は基本ぶっ壊れてるからすぐに攻めてこれる状況でもないだろうからな。外交期間はあと5ヶ月、今月はすぐに月またぐから実質好転が続くなら4ヶ月耐えれば同盟成立だ。うちもすぐに騎乗して兵力回復すれば4ヶ月なら結構現実的に耐えれそうな気もするんだがな。伊達家も前回の合戦である程度潰してるし、ちょっかいかけてくるとしたら上杉家、いつちょっかいかけてくるかにもよるけど基本攻めてきたら停戦結ぶとしようか。今は上杉家に構ってる場合ではないしな。そんな感じで外交期間中の時間を消化していこうと思う。あ、そういや有言は吉明さん、引き抜ければさらに戦力補強ができる状態。引き抜きまでできるかどうかは怪しいところではあるがな。一応森安さん対策で本拠地に近い部隊は騎乗、それ以外は氷西山城に向かって防衛の意思を見せて諦めさせていく。よし、さすがにすぐに帰ったね。これで安心して騎乗できるな。騎乗中。おっと、伊達家に動きあり。あ、もしかしたら上杉家が狙ったか。だね、大規模に同様状態になったから後期と思って攻め込んだのだろう。うちとしては黒川城を上杉家に攻撃されるのが一番めんどくさかったし、伊達家も牽制してくれるなら一石二鳥だったかもな。ありえないと思うけど、米沢城が甲状腺で負けるようなことがあれば少し展開が変わってくるかもしれない。一気に東北を制圧、そのまま上杉家が秀叔父に吸収、一瞬でやべえ状況の出来上がりだな。まあさすがにこの一年でそこまでの展開にはならないだろうけど、考えられる一番最悪な状況はその展開だろう。そこに徳川家との同盟失敗も付け加えたら面白そう。意に穴が開いてしまうわ。てか前回の右弁持ちいないと言ってたんだけど見落としてただけだった。これもしかしたらもっと早く気づいていれば世界変わってたか？いや、そんなことなかった。どういう補正かわからないけどポイント変わってない。同盟組むまでポイントの上昇とかないのかな。それか今無理やり威風で好転させてるからこの数値が上限値なのかもしれないね。なるほど。上限値が設定されてるなら可能性はあるな。このあたりの仕様いまいちわからないから有識者の人がいればコメントで教えてほしい。ちなみに能弁レベルは2で今回試したよ。それじゃあどんどん時間進めていこうか。川越城はなんとか守りきったみたいだな。いやー、あっぱれ。この一度の耐えで徳川家の侵攻を3ヶ月くらいは遅らせたはずだ。
最後まで身を挺して成田家を守ってくれるとは。そして大工坊主に上杉家から流言、潰すぞ影勝、ぶち切れで来た。これが徳川家に攻めさせるための陽動だったら最高に面白いんだがな。家宝あったかな。正幸の馬があるな。これでセーフ。うちの大工に手を出すとは後で覚えてろよ。本職坊主なんですが、影勝に上杉なら大工しなくていいと誘われたのだろうか。影勝さん捕まえたら専属大工にしてやる。お仕置きが独特すぎでくさ。氷西山城と丸森城城主導しようかと悩んでるところ、次期主力の勲功も溜まってきてるから微妙なところだな。特に吉久さんと秋康さんは城主にしたいかな。あとはあまり変わらないしフラットな感じ。でも現状だて上杉の脅威もあるし、一旦城主配置しておくというのもいいのでは。まあ徳川家と同盟さえ組めれば伊達家に集中できるし、城も威風で取れ出すだろうから、そこまでは問題ないか。現状能力高いのが政村さんとイケメン田村さんだから、この二人に城主を任せていくよ。領主は名所ある城を優先的に配置してるんだぜ。最悪最前線はすぐに内政型配置しなくても兵糧の心配はないだろう。それに最前線は統治範囲外になりつつあるし、できれば周辺に内政型配置して少しでも収入を上げたいところだ。徳川家と同盟組めてこのまま東北に拡大していくなら絶対本拠地移動は必要だからな。領主配置終了。しばらくはこのまま時間進めていく。吉明の有言成功。これはでかい。早速引き抜き見ていこう。申し上げます。実行武将ももちさん、本当に大丈夫なのだろうか。最近武神でのうまくいくコメントを信用しなくなってきたな。結局実行武将の知略依存だと思うし、何かしら武神だと補正がかかるのかもしれないけど、基本は手動で発動するときと同じ確率だと思ってるんだよね。桃木さんの方が期間短いから発動するけど、保険で正幸さんも実行してもらう。確かに手動だと確率低かったな。どっちが本当なのだろうか。2ヶ月カット。まさかの桃木さん寿命。結構早かったな。古賀城に牧場建築。これで牙突化もしやすくなってきたかな。早いところ制度改新も星上げしないとな。今発令してるの小田だけだし、星2までなら発令できるけど、本拠地移動の資金貯めもしたいから、もう少し発令まで待つよ。お、ちょっと待て。さっき大官配置の時にちらっと見えたけど、大工坊主忠誠えぐいことに。あれか、威風の底上げでなんとか耐えてたけど、それが溶けてこんなことになってるのか。徳川家と同盟組めれば上杉家も敵対しなくなるだろうし、それまでの辛抱、しょうがない。今までの功績を称えて8等級を買ってあげよう。8等級でも忠誠なな。あと少し耐えれるかどうか。大工の馬は下方回し。お前の喜びにござる。人をよろしいか。半月カット。先にももちさんの引き抜きが発動。直弾が必要みたい。正幸だったら無条件だったかな。どうだろう。そもそも一度引き抜き失敗させたら後続が成功するかもわからないし、二重にしたの失敗だったかもしれない。城主確約は名所のある城。いや無理じゃね。近場は全てうちが抑えてるし、さすがに1年以内は無理だろう。可能性あるとしたら速攻であと3城制圧。一気に制度改新マックスまで持っていければ条件達成できるかもしれないけど、なかなかシビアな感じになりそう。そもそも全ての政策発令でも半年はかかってしまうしな。逆に治療確約なら星2までならすぐに発令できるし、近場の名所は渡せるかも。てかそれで近場固定されるのも、ここから先の戦い結構使い道なくなりそうなんだが。そう考えた結果、最前線で兵力も多い丸森城ならいずれ制度改新マックスにしても長い間城主で使えるだろうし、今も政村さんの能力底上げとして使えるから丸森城の治療授与することにした。ただ忠誠低いから、さっき売ってたコンペイトを買わないとな。ありがたき幸せ。貴殿にわしを扱えます。ということで吉明さんゲット。後でコンペイトを買ってあげるよ。後でコンペイトを回される武将は数年ものの熟成されたドロドロのコンペイトを渡されるんだろうな。実際コンペイトってどのくらい日持ちするんだろうね。あ、確認したら徳川家との交点終わってた。ここからあと3ヶ月か。月またいだからあと2ヶ月。再び川越城攻めが始まった。忠勝も参戦してるし、さすがにこれはしのげないだろう。でも初回迎撃してくれたおかげでうちも周辺兵力増えたし、おそらく攻められないと思う。
あ、あとそろそろ徳川家と同盟組めるだろうから制度改新も発令していってるよ。忠勝はそのまま岩槻城攻め、ここで兵力が少なかったらうちが攻められてたんだろうな。北条家との同盟はあと2ヶ月、従属も確認してるけど拒否されてる状態。停戦含めてあと5ヶ月だからどこまで徳川家が制圧するかわからないけど、状況的に伊達家も今は上杉家と戦ってるし、先に狙えるなら北条家吸収してもいいかもしれない。徳川家とはあと半月、これはさすがに確定か。よっしゃー、これはもう相当ミスらない限り勝ち申した。これで上杉家も敵対しなくなるのか。今さら敵対しようが関係ないね。ってあれ？上杉家緑じゃないんだが。あ、そうか、うぷ主勘違いしてたな。徳川家が上杉家従属させてるなら敵対はしないが、上杉家従属させてるのは秀吉、つまり豊臣家と同盟組まないと上杉家は敵対するということだ。しまった、完全に勘違いしてた。徳川家と秀吉はあと3年ほど、この3年間に伊達家と上杉家潰せばいいってことだよね。切り替え早くて草。まあでもそういうことになるな。さすがにこのまま戦ったら徳川家は確実に秀吉に負けるからな。なるほどね。でもとりあえずこれ一旦北条家のラストワン狙おうか。森山城防衛拠点だし、制圧できれば一気に北条家滅亡まで持っていけるだろう。しかも徳川家から一番離れてるから狙える可能性十分。兵力少ないけど一応城の設備も見ておこうか。兵糧多いけどさすがにこれは大丈夫かな。兵力ゴリ押しで終わりそう。北条家の家臣団確認したけど、宇治国さんは早めの昇天だったはずだから、確か長期間活躍するのは宇治輝さんと宇治政さんだったかな。正成も強いし、政務能力も高めだし、最悪領主としても使えるから、ラストワン取れるに越したことはないな。2ヶ月カット。台風来たけど最前線の一部だけ被害、ほとんど被害はなかったよ。さすがの防災対策。そして謎に黒川城の軍制圧されてしまったから、怒りの雪村さんで奪還。北条家戦に参加しないし、確実に軍を取り返すための出陣なんだぜ。もう少し耐えてくれ。翌月、なんとか徳川家は桜城でとどまった。森山城で甲状腺発動できそうだよ。出陣タイミング若干合わせながら先に出陣。長田さん出陣させようかと思ったけど、能力低いし、あまり大勢で向かっても上杉家に隙見せるだけだから、周辺の主力だけで甲状腺に挑むとする。到着。桜城、万儀城は徳川家が甲状中、多分甲状威風で巻き込めると思うんだぜ。兵力差は7倍、兵力のゴリ押しで終わらせれそうだ。重則がいるのか。でも一度断られた記憶があるようなないような。維新負けで萎縮入ってるけど、さすがに大丈夫だろう。甲状腺開始。なんか久々だな。甲状腺するまでが大変だった。作戦的には手前の砲台から強撃、その後は隣の救護所強撃、最後に城門で強撃。多分これで兵力削り切れるはずだ。正幸の混乱を有効に使っていきながら進めていくんだぜ。ゴリ押し勝利。思ったより削られたな。全部隊と戦ったし、しょうがない。我らが何者かを示してくれよ。よし、ちょっと不安だったけど全て巻き込んだね。ありえませぬ。そういやファイティングおじに代替わりしたんだったな。城を我が物としたぞ。森山城制圧。これで北条家吸収だ。網にかかったか。縛り上げよ。心配してた宇治政さんはゲット。宇治国失敗したが、宇治輝成功してるから問題ないな。結構成功してるんじゃないかな。噂に聞くより寛大な方ですね。44名登用、一気に王女隊だ。宇治輝さん、宇治政さんの侍大将登用が強い。いくらか大官でも未来の主力はいそうだ。でいつの間にか上杉家が赤くなってるし、目標にしたか？してない。燃え方見る感じ、目標はおそらく本拠地、唐沢山城といったところだろう。ちなみに徳川家からは援軍呼べないからな。黒川城狙ってこないなら問題ないか。一番めんどくさいのは伊達家からも同時攻撃。本当は理想は黒川城経由で上杉家攻め、これだと伊達家の牽制にもなったから良かったんだけど。
最悪伊達家と停戦だができれば上杉家に攻めさせないようにしていきたいな。最後に兵力確認。上杉家抜いて3位に浮上。やはりここらで上杉家しばいておく必要があるか。次回は上杉家、伊達家戦。いよいよ終盤戦に突入。独自エンディングも暫定で次回もう一度設定し直そうか。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。